こんにちは、状況大生です。テストと諸々の行事が終わりました。もう YouTube 出したくて出したくて出したくてたまらなかったんですけどね、そのもう時間と体力が残ってなかったのでですね、すみません、ちょっと長らくお待たせいたしました、申し訳ございません。で、今はですね、みっちり3時間ドイツ語の授業が終わりまして、今はですねメンザっていう、ドイツ語でメンザって言うんですけど、まあ食堂っていう意味なんですけど、食堂に参りましてですね、僕は週に1回日本語を学びたいドイツ人とタンデムっていうペアみたいな、なんかお茶しようぜみたいな、お茶しながら2人で言語を身につけようぜみたいなのにパートナーシップというか、まあ個人的に契約させていただいて、毎回 2,3 時間、話が積もれば4時間開催しております。そしてこの見ていただくと分かるようにですね、ご飯が美味しくなさそうですよね。見た目通りに美味しくないですね。このメンザは安い代わりに味はもう完全に保証されてないっていうところでですね、いつも毎回まあしょうがなくというか、まあ安いんでね、もう、はい、食べております。上智の学食もあんまり美味しくないって言われてるんですけども、それをはるかに上回る美味しくなさかなと思っております。自分はドイツにいるのに、そんなになかなかドイツ人の友達がいないのでですね、あんまりアウトプットする機会がなくてですね、友達がいても英語しか喋れないとかいう人が多いのでですね、英語の方が伸びちゃうよっていう、ちょっとわけのわからない状況が発生しているので、こういう機会を設けてですね、ドイツ語をですねアウトプットする時間を設けるようにしています。僕の大学はミュンヘン大学なんですけど、大きいマンモス大学ということでですね、あんまり大学がお世話をしてくれないというか、他の大学とかだったらタンデムとかを先生が組んでくれるらしいんですけど、自分のところは大きい大学だし、大都市ということもあってですね、あんまりお世話をしてくれないので、自分で強引に探さないといけないのでちょっと大変だったんです。YouTube のおかげとかもあってですね、探すことができてですね、今のパートナーにちょっと感謝しております。ということで、すいません、勝手にイケアについております。今日はイケアに来た目的はですね、掛け布団とマフラーじゃない枕が欲しくてやってきました。で、この掛け布団というか、これいいなと思ったんですけどね、値段見たらなんと34ユーロということでですね、ちょっとこれは僕はちょっと手が出ないのでやめました。最近思うんですけど、本当にもう寝心地というか眠りの質が本当になんか低いなって最近も実感するんですけど、なんでかというとですね、寮から配られたなんかもう安いなんか300円ぐらいで買えそうなんですね、ボロボロなマスクじゃないマフラーでもない、なんだやばい忘れた、ベッドの上に置いて頭を傾けるやつ、それの質が本当に悪くてですね、今日はそれを買いたいなと思ってやってまいりました。枕。IKEA のこのワッフルってめちゃくちゃ美味しくないですか？まあ今、ドイツに来て初めてこのワッフル食べたんで、日本にあるかわかんないんですけど、本当に美味しかったですね。で、ちなみに僕の行く IKEA は、東京都立川店です。今日もミルクをちゃんと取っていきました。0.99 ユーロっていうです、本当にもう価格崩壊してるのを見つけたんですけど、あまり質が良くなかったんでやめました。僕は半年留学なんですけど、どこまで家のものというか、家の家具というか、家をどこまで充実させようかっていうことに非常に悩みというか迷いを抱えていてです、1年いるんだったらある程度その揃えたりしてもいいと思うんですけども、半年だったら適当にその場をしのぐ感じでいいのかなとかも思っちゃうんですけど、やっぱ自分の家ということでですね、充実させたいなという思いもあるけど、あまり何も買いたくないなっていう思いで最近少し葛藤しております。クリスマス時期にですね、 IKEA に来るともう周りはもうキャンドルしかもございません。このキャンドルも100個入って 2.99 ユーロってですね、本当にもう今までのキャンドル何やったんっていうぐらいですね、本当に安いキャンドルが買えてですね、もうキャンドル、ドイツ機でキャンドル好きだった僕はですね、もうキャンドル、もうここはもう一種のディズニーランド的な感じになってました、本当に。ご覧ください、見渡せる限りこれ全てキャンドルでございます。もうみんなのキャンドル熱がこう伝わってくるというか、周りの横にいたおばちゃんもさっき自分が買ってたキャンドルをかけ3ぐらいで買ってたんでですね、もう最終日点灯式するぐらいキャンドルを炊くんでしょうね。最近ドイツに来て3ヶ月経ってですね、ようやくかなりドイツの生活にも慣れてきてですね、全然喋れないんですけど、少しは会話できるようになったかなということで、後から会話のシーンとかも見せるんで、よかったら見てください、お願いします。夜ノルウェーの人とご飯食べるんですけど、一緒にご飯作るんですけど、作るなら日本食の方がいいかなっていうことで日本食を作るんですけど、あんまり具材が家にないので、唯一ミュンヘンにある日本食レストランに今向かっております。最近もついに
パスタに飽きまして、もう食べるものがなくてですね、生きていけないということでですね、最近頑張ってどうにかして日本食を作ろうと思うんですけど、なかなかやっぱ作れる料理が限られていてですね、やっぱこういう日本食屋さんに行ってですね、今回初めて味噌汁というか味噌を購入いたしまして、僕の生活の幅が広がりそうですね。こちらのお米とかお餅とかもですね、今日は買ってないんですけど、あ、今日は豆腐を買いましたですね。こちらの調味料とかですね、みりんとかを買おうと思って値段を見たんですけどね、本当にもうね、値段が高い、本当にもうちょっと高すぎてですね、買おうかなと思って、買う前かなと思って、はい、やめました。でこの塩コショウ、僕これ好きなんですけどね、本当にもう買おうかなと思って、本当に悩みに悩んでですね、もう何回も手に取ってですね、あ、どうしよう、買おうかな、でもちょっと高いしなって思ってですね、今回は買いませんでした。お家に帰る前に一回食材を購入しに行きます。とにかくドイツのスーパーマーケットはですね、本当にもう大きいものしか置いてなくてですね、このかぼちゃも大きくて、このネギもですね、もう本当になんか無駄に大きいというか、この葉っぱのこの青いところちょっと太くて長すぎませんっていう感じでですね、本当は使いたいとこは白いとこだけなのにですね、こんなにちょっと大きくなってしまってですね、非常に困っております。お肉もあんまりいい具材がないというか、桃とかがないのでですね、ちょっと寂しいですよね。本当にもう桃買って帰ります。でこちらです、歯磨き粉、この歯磨き粉めちゃくちゃ売り上げが良くてですね、まだこれが何か分かってないんですけどですね、この歯磨き粉がですね、とにかく売れてますね。他にもトマトソースとかですね、たくさんやっぱパスタの材料がいっぱい置いてあります。オリーブもですね、本当にいっぱいあります。あんまり美味しくないかなって自分では思っております。でこちらですね、ニンニクを剥くのがめんどくさくなった僕はですね、こちらのニンニクに、既製のニンニクに頼っていこうかなと思っております。バッグに入りきらなかったのでですね、ネギを手持ちでお家まで持って帰ります。ということで、今日は今からノルウェー人が来て一緒に日本食を作ろうと思って食べるんですけど、ちょっと下ごしらえというかやっていきたいと思います。はじめにこちらのチキンをつけていきたいと思います。ニンニクのさ、いつも僕が使うペーストがなかったんで、身のままのやつを使いたいと思います。醤油、これが一番メインの味付けかな。待って、作り方忘れたわ。待って、どんな感じで作るときは、酒か、酒ないな。こんな感じ、卵も1個入れます。いい感じにまとわ、味噌汁作ります。ネギ切れました。豆腐を今から切ります。迎えに行きたいと思います。Auf dem Boden? Ja. Boden. Ja, gerne. Was hast du heute gegessen? Ich habe eine Müsli gegessen. So, wie ist das? Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Magst du mehr Köln oder München? Ja, gute Frage. Und magst du mehr Berlin oder München? Ich habe noch nie Berlin gegangen. Ja. In ein paar Tagen. Nächste Woche fahre ich nach Berlin. Perfekt. Hast du schon...Berlin? Ja, ja. Sehr oft. Sehr oft? Auf Konzerten und so. Konzert? Was für ein Konzert? Also K-Pop oder? K-Pop. EXO? EXO? Ich habe einmal gehört. Ja, also zum Beispiel, die waren vor 2 Jahren in Berlin und ich war da auf dem Konzert. Wow. Wo hast du Karaage in Japan gegessen? Bei so einem... Izakaya? Izakaya und noch ein Restaurant.
wenn du bist ein bisschen scharf, dann den ja, klar. Wasser. Danke. Hast du schon in deinem Hause Karage gekocht? Ah, zu Hause nicht. Ah, nicht? Okay. Ja. Yay. Es ist fertig. Perfekt. Machst du jetzt Fotos? Ja, lass uns essen. Guten Appetit. Ja. Schmeckt es gut? Mega gut. Oh, lecker. Danke. In deinem Hause? Ja, ja. So jeden zweiten Tag. Oh, jeden zweiten Tag? Ja. Hast du Reisemaschine oder? Ah, nee. Nee? Einfach normal kochen. Ah, kochen. Ah, okay. Ja. Wenn du in Japan warst, hast du Reisemaschine? Ich hatte ein oh. Airbnb. Uh-huh. Und sie hatten eine Maschine. Oh. Elektrische. Ja. Die Wohnung, die du in Japan wohnst, ist WG oder? Nee, Einzelwohnung. Ah, Einzelwohnung. Weil das war ein Airbnb. Hm. Es war aber sehr teuer. Ah, sehr teuer. Aber wie kostet das? In Tokio ist die Wohnung sehr teuer. Ja, natürlich. Es war ein Zimmer, ja? 600 Euro. Ah, 600 Euro. Ah, ja. Ja, ja. Ja, ich glaube, als Wohnung in Tokio ist sehr teuer. Ja. Aber ist jede Stadt in Japan teuer oder nur Tokio? Ah, nur Tokio. Und Osaka oder Hokkaido? Ah, Osaka ist ein bisschen teuer, aber ja. Tokio. Nicht wie Tokio. Ja. Nur zahlen deine Eltern oder du? Ja, Eltern. Aber andere Städte sind okay, so wie, oh. Kennst du Daegu? Daegu, ah, ich habe... Busan? Ah, ah. Und die sind weniger teuer. Ah, weniger teuer, auch. Ja, Seoul ist eine Katastrophe. Ah. Sehr viele Spaghetti und... Fertiggerichte, so Instant-Nudel. Ah, nein, nein, doch. Ramen. Oder halt so... Ah, schöne Sachen, okay. Also Mikrowelle und so. Das ist einfacher. Ja. Restaurant in Japan ist billiger als... Deutschland, ich glaube. Ja, ein bisschen. Ja, wenn ist zu oft Convenience Store. Ja, ja, genau. Aber in Japan ist auch europäisches Essen sehr teuer. Oh. Also zum Beispiel Pizza ist sehr teuer. Ja, oder Pasta. Ah, Pasta. Aber zum Beispiel Sushi ist sehr billig. Aber in Deutschland ist Sushi sehr teuer. Ja. Also umgekehrt. Ich mag besonders Convenience Store. Ich auch. Ja. Ist sehr praktisch. Ja, sehr, sehr praktisch, ja. Was kaufst du am meisten im Convenience Store? Ich kaufe Reisball, mhm. Kaffee, mhm. Oder... Eiskaffee oder... Eiskaffee. Okay, ich ja, auch. Ja. Ich mag Eiskaffee. Ich auch. Ja. Immerhin gibt es 7-Eleven. Ja. Oh, ich kann dir die Adresse schicken. Oh, okay. Ja. Wow. Aber nur ein Store. Ein Store, wow. Ja. Wo ist das? So Marienplatz? Marienplatz? In der Nähe. In der Nähe? Wow. Okay. Ich weiß es nicht. Wow. Ich sehe immer 7-Eleven, aber ich kann nichts finden. Wie Starbucks. Ah, wie Starbucks. Ja, oh, wow. Kennst du etwas gutes Kaffeeshop in der Nähe von meiner Uni? Ja. Ja? Ja, schon. Ich kann dir die Adresse schicken. Ah, danke. Ja. Danke, ja. Lernen oder? Ja, die zum Lernen. Okay. Also in der Nähe von LMU? Ja, LMU, ja. Okay. Ja, die Musik ist sehr gut. Relaxing? Ja, relaxing. Ja. Wie sagt man relaxing auf Deutsch? Entspannen. Ah, entspannen, ja, 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 ja. Ja, genau. Ja, ich habe entspannen vergessen. Ja, schade. ということでどうだったでしょうか。本当に最後まで見てくださった方本当にありがとうございます。ですね、今後も4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月とですね、経過というか、ドイツ語の成長をこう測れるような企画というか動画もまあ撮っていきたいと思いますので、よかったら見て応援してくださるとありがたいです。最後によかったら高評価お願いします。